大学卒業して病院に勤めてたんですけど、まあ、ある事情で田舎へ帰らざるを得なくて、それで帝国製薬というところに入りましたね。でそこで帝国製薬というのは古い会社ですけど、家庭薬とか殺虫剤とかをネズミ取りの薬ですね、殺虫剤というのは作ってたんですけど、そこに若手の薬剤師が入ってきたっていうんで、期待も持たれまして、会社入って、2年目か3年目にはもう取締役になって、で何をしようかと思ってる時にね、朝日新聞の人っていう欄があるんです。その今もあると思うんですけど、その人にね、その28歳、私はもう28歳になってたんですけど、28歳でね、天下の MIT マサチューセッツ工科大学の最年少教官が生まれたと。その人の名を今も覚えていますけど、田中豊一っていう人。28歳でね、何したんやろと。紙おむつの発明者なんですね。で紙おむつとはご存じのように、その水をどんだけ吸うかっていうことになりますよね。で彼が言ってるのは、そのこんにゃくっていうのは 99% 以上水じゃないかと。これをこんにゃくではなくて水溶性高分子で作ればいいじゃないかというのを思いついて、ポリアクリ酸ナトリウムっていうのを、それでね、その若くしてでもなれた。じゃあそのポリアクリ酸ナトリウムはどんなもんかというのを手に入れまして、やってみたらものすごいもできる。それでそのパップ剤っていうのを作りまして、テイク製やってない、そのパップ剤 をビジネスにすることで、今や300億近い会社になった。一つの発明発見が、まあ、会社をね、そういう経験を積んだんですよ。そのパップ剤を開発する、たくさん開発する、その経験の中で、そのドラッグデリバリーシステムっていうのが世の中にある。でそういう仕事をしようと常々思ってたんですけど、56歳の時新しく会社をやっていこうというふうに、なって今の会社を作ったんです。ところがちょうど我々がその会社を作った頃、アメリカで、大変なことが起こったんです。それはドラッグデリバリーシステムというものをの、まあ、最初の世界の成功会社、それをアルザっていう会社なんですけど、経皮吸収製剤、皮膚から薬を入れる、その経皮吸収の世界の最初の商品というのはね、ニトログリセリンのパッチなんですよ。でニトログリセリンというのはもう心臓発作時に舌下状でこう、それをね貼り薬にしたんです。と何が起こったか言いますとね、その舌下状というのはもう誰もがニトログリセリンのがやる心臓を起こしたりすると分かってるんですけど、実は発作が起こす一番時間帯というのはね、その朝の3時4時この寝起きの時なんですね。ところがその時もう口に入れようと思うと、もう実は発作を起こしてるから入れないじゃないか。それでたくさんの人は亡くなったんですね。ところが腸発作貼り薬にしますとね、寝る前に貼ってればその時間効いてるでしょ、効いてるんですよね。するとお医者さんもね、心臓発作を起こす可能性のある人には貼って寝なさいと。だから日本のマーケットどうなったか言いますとね、舌下状の、これはあの日本ではダイナマイトのあれですからね、日本火薬っていうところしか作ってませんから、日本火薬のやつでせいぜい年間3000万から4000万ぐらいの売り上げのもんだと思います。それがね、貼り薬にしてね、患者さんが体重が増えるでしょ、可能性のある人みんな貼って寝ますよね。そうするとどれぐらいのマーケットになった、やっぱりね400億とか500億のマーケットになるじゃないですか。これがね世界最初のその経皮吸収製剤と、それをやったのがアルザっていう会社なんですけど、実はその会社を起こした頃、アルザがジョンソン・ジョンソンに吸収されたんですね。その時の、金額は今でも覚えてますけど、日本円で1兆3000億の、まあ、せいぜい売り上げ500億あったかどうかの会社はね、価値が1兆5000億でジョンソン・ジョンソンに買い取られた。まあそのこともありますし、私どもがこう会社を起こして目指してたのが、このアルザ、こういう会社を作ろうというふうに今も思ってますし、
少なくとも1000億ぐらいの会社を作りたいというのが私の思いです。